一般社団法人発明学会は、発明を奨励し、科学技術の振興と産業の発展に寄与することを目的とする。元文部科学省所管。特許等の産業財産権の普及を目的とする、社団法人として、名称もよく似た発明協会があるが、発明協会が、企業や個人などの幅広い会員を有し、日本便利士会や特許庁等と協力しつつ、 事業を行っているのに対して、発明学会の会員は、個人発明家や、中小の企業が中心であり、日本弁理士会や文部科学省、特許庁との協力関係もない。1954年8月に、財団法人国民工業振興会の事業部として、開設された発明講習省を母体とし、1960年4月に、独立して、発明学会と解消した。 その後、1961年7月には、東京都認可の社団法人となり、1972年4月には、科学技術庁認可の社団法人となっている。発明学会の初代会長である、豊沢富夫は、1946年から2期にわたり、衆議院議員を務め、1973年には、乱受報賞を受賞している。発明学会は1992年に、 一人人発明研究登録と称して知的所有権の登録事業を開始した。この事業は認可を受けた社団法人としての定管にない事業であった。また、発明について著作権の登録をしても特許を取得した場合のような独占的な権利が得られるわけではないにもかかわらず、間違った認識を与えて登録料を徴収し特許等による 午後の機会を失わせる恐れもあるものであった。このため、科学技術庁の指導により、発明学会は、一人人発明研究登録を止め、1993年1月には、豊沢が、株式会社知的所有権協会を設立して、商行為として、知的所有権登録を行うこととなった。豊沢は、知的所有権登録をめぐって、日本弁理士会より、 刑事告発を受け、これを名誉毀損であるとして民事訴訟を起こしたが2002年に敗訴が確定している。現在、発明学会は著作権登録は知的所有権協会が行っている業務であって、発明学会は知的所有権協会とは無関係であるとしている。発明学会会長、中本茂美、第113回 NMB と学ぶくん、 ひょんなことから一攫千金、意外な発明に迫る、に出演。民間業者の知的所有権登録の勧誘にご注意。日本弁理士会、ありがとうございます。